なみにですね、お祝いプレゼントは春日さんのポケットマネーからお願いしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それはお願いしますよ。なんで私だけなの。みんなでさ集めてさ、はい、あげればいいじゃんプレゼント、みんなで若林さんも含めてよ。じゃあそうしますか。じゃあ、まあ、じゃあそうします。いやいや、なんでだよ。春日だけにしなさいよ。あ、いいのね。そうだよ。じゃあ春日さんのポケットマネーからお願いします。なんでなんだよ。みんなで集めて偉いじゃん。と急にオープニングを長引かせようとしてきたので先へ進めると、今回の卒業祝いは影山が今欲しいと事前アンケートに書いてきたものを用意。しかし何やら一つ気になるものが。巨大熊で、はいはい、これあのアンケートに影山さん書いたんですよね。あ、そうなんです、はい、ネットニュースで、はい、あの春日さんが熊で送られて出て、これ松井監督とさ、すごい貴重なありがたい試合前だぜこれ。お値段35万円。これはね、いやいや35万は無理よ、言っとくけど。え、いやそりゃそうでしょ。だってあれはだって私が生まれた頃からファンのね、うん、今もめちゃくちゃこの愛する、うん、埼玉西武ライオンズのためにのやっぱり熊手だから、うん、無理無理よ影山くん。ごめんな影山、あの無理だって。まあでも全然春日さんが無理なんだったら大丈夫です。仕方ないかね、はい、じゃあまあ9問目のところまでで考えていきましょうか、うん、いやいや、なんかキレ悪いだろ。送るよ。ただ飾ってくれ。とんでもなくでかいぞ。知らんぞ、あれ家に入るかどうかぐらいのでかさだぞ。そうなんですか。楽しみ。